フォッカー S11 フォッカー S11 はオランダのフォッカー社で設計、製造された単発複座の練習機である。第二次世界大戦後にフォッカー社が最初に手掛けた仕事はパイロットの初等訓練に使用する新しい海用機 S11 の設計であった。ある航空機の販売業者はこの機体の生産が始まる以前の1946年にすでに100機を 発注していた。試作初号機は1947年12月18日にスキポールで初飛行を行い、テスト中の1948年初めに操縦性改善のためにいくらかの空力的な改良が必要なことが分かった。その年の遅くに数カ国の空軍に対してデモンストレーション飛行が実施され、結局多数の S11 がオランダ空軍、イスラエル空軍、 イタリア空軍、ブラジル空軍、ポルトガル空軍、ボリビア空軍へ販売された。現在でも数多くの S11 が飛行している。この機体を保存することを目的としたオランダの組織、フォッカー4は5機の S11 を保有しており、その他の飛行可能な機体とともに航空省で展示飛行を披露している。ブラジルでもフォッカー社の現地支社が S11 を生産し、 S12 の名称で、紅着装置を首車輪式に改装した方も生産された。ジェーンズ・オール・ザ・ー・アールズ・ウェアクラフト1953-54。ありがとうございます。